どうも、エルザです。それでは、ラストオブアスやっていきたいと思います。さーて、秘密基地というか、安全な場所ということなんで、我が社へようこそ。入っていきますか。いつからここに隠れてるの？何日か前。食べ物があるよ。来て。ブルーベリーだ。大量に見つけた。食うか？いや。落ち着けって、安全だ。なぜ移動しない？チャンスを伺ってたんだよ。で？こっちだ。見てみろよ。あそこにいる奴ら、ああやってあそこに集まって橋を警備してる。だが夜は相当手薄になる。その時を狙って移動するんだ。奴らのそばをすり抜けていくのさ。なるほど。確実だよ。絶対逃げる。待てて、もう一回。いや、本当に得意だ。おい、これでしょ。いた。ブルーベリーに逃げられた。あんな顔したのは久しぶりだよ。ヘリーはたくましいんだな。どこに行くんだ？ファイアーフライの基地が西にあるって聞いたな。そこに行こうと思う。何がおかしい？いや、ファイアーフライは近頃やたらと人気があると思ってな。いい組織だからだろ。居場所もわからない連中を追って弟を国中連れ回すのか？あいつの心配は俺がする。あんたはエリーの心配だけしてろ。落ち着け。俺もファイアフライを探してる。今ここだ。軍が使ってた通信塔が町の外にある。生き残ってる仲間がいれば明日そこで落ち合う。もし一緒に来るなら今夜出発だ。しっかり休んでおくよ。さあ、仲間が増えたような感じもするが。そろそろ出るってさ。だいぶ疲れてたね、ジョエルはね。グズグズしてたら終わりだぞ。何があってもついてこい。ぴったりな。ぴったり。ぴったりだ。よし、いいぞ。準備は？いいか？ああ、行こう。みんな離れるなよ。さあ、道は分かるのか？まあな。だいぶ手薄やな。大丈夫だといいが。そうだね。まあ失敗許されないからね、とりあえず。やっぱアイテムあるよね。さあさあさあ、アイテムを。こっちだ。もうね、限られた物資でどうにかするしかないからさ、ちょっとでも集めておきたい。え？ないんかい。いやー、これますます弓矢欲しいね。矢が作れないのつらいな、意外と。いるね。よし、静かに倒していこう。おい、先に行ってくれ。よし。どうだ、あったかくしてるところだ。橋はどうだった？安全者は片付けた。まだ町にいると思うか？ああ、いるはずだ。矢が欲しいね。わかった、もう一回見てくる。気をつけろよ。ええ、お前もな。いいね。よし、さあ移動しよう。
そうだね。さて、次は奥の方かな。あー、音？よし、やったぞ。お前今の見たか。やるな。クリッカーいたね。マジか。くそ、見つかった。隠れる場所を探せ。おい、散らばれ。やるしかないじゃん。ないかい。意外と。さてさて、さてさて。あれか。無理やね。使う暇がないね。基本隠密やからね、使わなくていいんだけど。気取られすぎだね、後ろにね。こう言っては、で、無駄に殴っただけと。殴られ損じゃん、あの敵。いるのは知ってるぞ。いて、いやー、意外とさ、おい、おり。で、いかな、いて、意外とな、意外とな。よし、やったぞ。いや、やったけどさ。ボロッボロやな。もったいねえことしたね。ちょっと弾の無駄遣いしたな。ああ、で、こっから、あ、上に行けるわけではないか。よし、じゃあ行きますか。レンガね、持ち帰っておいて。ヘンリー、手を貸してくれ。よし、いいか。やばいね、後ろね。いや、おい、また何かあるやろ。やばい、やばいよ。いた、上か。さあ行こう。どこに。油断するなよ、まだ終わったわけじゃない。あら、あ、そっち、はいはい。よし、登れ。いいぞ、サブ、急げ。よし、次だ。よし、いいぞ。やばいね、裏。急げ、急げ。
い。ってことは門開けてもらわないとやばいね。じゃあ引っ張ってあげて。すまない、行くぞ。え、何言ってんの。ほら早く。何それ、ヘンリー。くそ、一緒だから。そうか、ここやね。あーやばいやばいやばい、行け行け行け。あ、おお、ぶね。これは、突撃してきたら終わるよね。どうすりゃ出られるんだよ。さらに作っておいて、まあでもそうだね。まあまあまあ、まず自分たちの命が大事だからね。仕方ない。だいぶすかしたな。壁。子供には手出すなって。まあ、何かあるか探すんだ。悪くないでしょ。さあ、物資がありそうな気はしたが、気のせいか。レーンが取っておかなくて大丈夫そうだね。何かある？何かある？ちょっと強化しとこうか。2発までなんだね、一撃はね。あれ？お、普通に門開けるのか。まだ使えない。っていう感じじゃないか。ここではない。いや、多分単純にそこ抜けるのか。そんな感じだね。おお、橋が近い。やばい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 、やべえやろこれは。走れ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 。もう弾は何発ある。足りないよ。じゃあどうするんだ。飛び込もう。ダメだ、高いし泳げないだろ。持ち上げるから走り抜けろ。いや、なんとは。ああ、やだ。まずいぞ。捕まえてね、エリ。もう時間がない。ヘリ、くそ。ジョイ、兄貴、起きたよ。ねえ、助かった。ほら、言ったろな。あいつは死なないって。
サムが見つけたんだぜ。二人ともかなり水を飲んだ。え、何すんだよ。お、落ちて下がってろ。待て待て待て。大丈夫、こいつは撃たない。そうかな。やめろ。ねえジョエル、こいつは俺たちを見捨てた。違う、あんたらが助かるって分かったんだ。俺が下手に動けばサムが危なかった。下がってろ。逆の立場ならどうしてた。とにかく助かったろ。ヘンリーのおかげだよ。溺れ死んでた。大丈夫だ、気にするな。あんたらが見つかって本当によかった。通信塔は崖の反対側だ。だが物資がたくさんある。俺を殺さなくてよかったな。この辺を探してみよう、何か見つかるかも。ドキドキした。まあね。ああ、通信塔を探そう。意外とないね。まあ、調子がいいことは言ってるけど、まあ逆やったら置いていってるよねってことも言えなくはないから、なんとも言えないね。あのボートに何かあるんじゃない。お、カニ。無敵やね、やっぱね。ダメか、やっぱ無敵か。そんな甘くなかったね。おい、気をつけろよ。わかってるさ。さあ、一応リロードだけしといて、何事もないと思うんだけど。さすがに。お、開いたね。ボート初めて。海の上じゃないけどな。お、11巻。あ、じゃあやっぱ通り道にあるのか。まあ特にはなしって感じだね。多少の物資は取れたけど、そんな言うほどではないか。おお、弾がある。こっちには行けない。ヘンリーのこと撃つかと思った。ああ、撃とうとしてた。いい人だよ、協力できそうな気がする。ああ、そうだな。ボートって人気あったの？ああ、俺も持ってた。ねえエリー、これを見てみろよ。見に行ってみよう。まあでも撃つよね。まあ撃ちそうになる気はするけど、まあ相手も抵抗しなかったからね、それはそれで良かった気はするけどね。地下水道か。低下してくれ。下水道は嫌だな。さ、水。アルコールゲッチュして。ハサミとテープが枯渇してきてるか。よし、どうしに。そら。よし、やろう。感染者出てきそうだよね、この状況は。よし、行け。よし、いいぞ。さあ、行け。オッケー。ライトをつけろ。おい、サム。分かってきたな。いや、絶対クリッカー出てくるよね。やだな、この感じ。やだな。下水道自体でバイオとかしてるといいイメージないからさ、絶対なんか出てくるよね。
し、俺たちはこっちだ。じゃあ右から。俺もだ。でもしょうがない。いや、好きになれっていう方が無理だわ。お。そうか、まあさすがにそうだよね。それ外せたら入ってドアを開けられるよ。もしネズミ。まあでもネズミはね、感染源になるからね、なかなか嫌だよね。お、来たね。じゃーん、どうぞ。ありがとう。こっちは進む感じじゃないね。物資があるだけだね。トミーのところまで2人も一緒に来るかな。50。まあしばらくは様子を見よう。いやー、そうだね、特には何も作れないか。これ使うかな。さあ物資ゲッチして。オフに道が見えるぞ。ほら、そこだ。特になしか。さあエリーは？あ、ついてきてるね。さて、うわー、すげえことなってるな。こっちから出られる。これ水、いや、そこは届かないな。流さないとダメっしょ。ダメだ。ダメか。なあ、ジョエル、どうやって渡る？今やってるよ。これこれ。おい、レールがあるぞ。これ動くんじゃないか？いや、あのね、もう3回ぐらい、ね、3回ぐらいやってんだよね。お？発電機があるかってなると泳がないといけないんだね。そこで待ってろ。あ、通っていく感じではない。そこを伝う感じかな。こっち側は？お、まさかのタグ。特に入れるところなさそうだしね。うんだよね。普通に届かないね。あー、なんか力先落とすかな。さ、あら、ってことはあれ、もしかして引っ張ってくる？いや、でも届かないって言ったもんな。違うか。ここは違う。これも届かない。潜っ、あったね。なんかあるね。これか。お、いける？何かありそうでないね。ヘンリー、回してみろ。よし。さあ、これぐるっと一周するんだろうね。よし、動いた。
アイテムはなし。さあ、こっちは物資か。まあ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 助かるね。あったらあったで困らない。登って、嫌な感じがするな。大丈夫だ。びっくりする？ライトが。ライトが切れるのが一番びっくりするわ。まあ、ボーナスみたいなもんかな。あ、そこあるけど、ちょっと燃えてるから。よしよし、オッケーオッケー。それ、光ってた気がするが、オッケーだね。いやー、行かなくてもいいんだろうけどね。相変わらず、やっぱ気持ち悪いなーって感じだけど、やっぱ出てきたかーって感じもするね。頼むわ。ほら、乗って。いいアイデアだな、さすがだ。まあでも、エリー泳げないからね。ほんとだよ。ぐるーって回して、はい、よし、まだ動くか確かめろ。やってみる。うん、やった、動いた動いた。あれ、俺は絶対だ。待て待て、俺は俺。バカだこと言うな。待って、俺は。え、どういうこと？俺いけないの？ああ、で、あげてくれるってこと？ほら、いやいや、普通に一緒乗せてくれてもよくない？お前らすげえな、驚いたぞ。でしょ、私たちプロだから。ジョエルの扱いちょっと雑じゃね。ああ、これって何なの？中に誰かいると思う。サウンドトラップ。何？ああ。一体どういうこと？誰か住んでたんだな。今はもういないみたいだが。これクリッカーの原因になるね。ここが安全だって思ってた。お。マジで？ショットガンじゃん。ああ、これ来るか。ってなるとこうだね。いやー、いいよね、ハンドショットガンで。ソードショットガンだっけ、なんか名前がちゃんとあったよね、これね。いい、いますな。そしたら物資先に取ってだね。先に進めてしまったか。
爆弾が強化された 1.5。 開けて、他にはこんなもんか。モロトフ作っておいて、でショットガン、ここ2つだね、使い分けはね。さあ、いやこのショットガン懐かしいな、ディビジョン以来だな使うの。やっぱ弱いね。やっぱ弱いなショットガン。っていうか敵が強すぎるか。クリッカーってことは感染してから長い。モロトフの準備しながらだね。怖えな、やっぱこ来ると怖いね、いきなりね。タマゲッチュのこれだけか。あと4発5発。悩ましいね、タマがね。大丈夫か。なんか書いてある。この人が多分残ってた人かな。ああ、一応逃げてきたけどっていう感じか。いや、一撃が欲しいね。さあ、ちょっとずつちょっとずつ揃ってきたけど。まあ、一応クリッカーにカウンターが打てるようにはなってるんだけど、今のところね。ナイフ、精度。まだちょっと貯めるか。つながってるかな。かもな。でもちょっと高すぎる。他にも出口はあるか。怖えなマジで。あ。ああ、大丈夫。俺が非常装置か何かを起動させたんだ。ヘンリー、持ち上げてみよう。そうか。困ったね。ああ、いつもと同じ。クリッカーだ。何？おい、これ動かせねえぞ。逃げろ、さっさと行け。さあ、離れるなよ。ヘンリー、早く逃げなきゃ。ちょい、頼むぞ。行け。マジか、まさかのここで。うわぁ、大丈夫かな。心配ない。ああ、分かってる。よし、じゃあ行くぞ。ここを出る方法を探そう。そうだね、一応助かってると信じて。感染者だという数がね、ちょっと異常すぎるな。はい、とりあえず。ダメ。
一撃、よし。あとは正面来るね。先生、はい、バレたな。子供が前に来た時はちょっと怖いね。当たり判定がちょっとなくなるからね。あ、危なっ。痛い、もろ痛いじゃん。はい、あと何体いる？ハンター救ったね今。いやー、使いまくったなー、弾。このまま行くぞ。いいな。行こう。はーい、動きがはーい。変えよう。どっちが道的に正解かな。あ、こっちが正解っぽいね。ちょっと弾集めいこっか。ショットガンがちょっと心もとなさすぎる。教室みたいだ。なぜ襲われたんだ。今はよせ、脱出に集中しろ。こんなもんかな。あ、あったあった。やった、ツール人みたいだな。これでレベル3の強化ができると。取りこぼしたら終わりだもんね、この辺りはね。ナイフは使えない。これ月中、こんなもんか。何もなさげだね。絵描いてるんだ。それはそれでいい趣味やね。おい、そっか、エリーより年齢下でちょっと心もとない感じはしてたけど。できたよ。まあ大丈夫だろうね。どっちだ。ジャイル、二人だ。三。アラスさん、行け。止まっちゃダメだよ。あとはドアだよ。マジで？急に走るぞ。飛べれるものがない。一緒に押してみよう。頑張れ。おい、頑張れ頑張れ。押せ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 。サムだ。あー、パイプか。なんだと。サム、何をしてる。ドア開けない。もう投げる、投げる準備はできてる。みんな上だ。サム、早く。すまんな、こっちの方が強いんで。
いやーなんかこの流れ嫌だな。で、しれーっと物資探すって。ってこと終わったよね。ダメだ、開かねえ。持ち上げで窓から出られる。一悶着ありそうだな。急げよ。ほらサム、お前も行くんだ。兄貴大丈夫だ。よし、置いといて。さあ来い。やっぱ来るよね。ダメか、間に合ってない。よし、ナイス。いや、それはちょっとあかんって、その攻め方は。やばいやばいやばい。ちょいっとさ。やばいやばいやばいって。開いたの分かってんだけどさ。はあ、開いたね、開いたね。マッチって。はあ、ドアが開いた。行くぞ。行く行く。ちょっと待って。あー疲れた。今度から2段階で使おう。まあ、ナイフに助けられたね。まあまあ、どうせまた襲われるんだから。弾がほとんど切れたね。ほら、行くぞ。いやつら。見てよ。もう私をからかってるの。警告なんて恐れいる。通信塔はどこだ。近いぞ。お、近いんだ。さあ行こう。行きますか。はあ。まあ、ということで、ちょうど霧がいいんで、ここら辺までにしたいなと思います。危なかったね。いや、物資やば。ああ、簡単じゃなかったけどな。ちょっと新しい銃も手に入って嬉しかったけど、やっぱそこを弾尽きたね。はい、ということで、今回の動画はここまでとなります。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。